内新東ジムの磯上修一です。今日はこの磯上修一が東洋太平洋バンタム級チャンピオン、現在 WBA 世界バンタム級2位の金英職と対戦します。スタミナには絶対の自信を持っております磯上、テクニックに自信を持っている金英職、ノンタイトル12回戦まもなくゴングです。男の神。そしてゲストに、ついこの間8月9日に見事エディ・ガソを破りまして、新世界チャンピオンになりました熊谷ジムの工藤正史選手をお迎えしております。工藤さん、後ほどお話を伺いたいと思いますのでよろしくお願いします。さて紀藤さん、早速なんですが、はい、まあ、磯上にとりましてはですね、初の外国選手との対戦、それも初の世界ランカーと、願ってもないチャンスですね。世界を目指すにはまず突き破らなきゃならない一つの壁ですからね、ここは、はい。試合開始のゴングが鳴りました。白いトランクス、これが東洋太平洋バンタム級チャンピオン、 WBA 世界バンタム級2位にランクされております金英職、一方の磯上修一、日本バンタム級の1位です。ブルーに白のストライプが入りましたトランクスです。磯上修一、背の高さはほとんど変わりません。磯上の方が162センチ、金英職163センチです。伊藤さん、まあ、この試合どういうふうにご覧になりますか。お互いにね、はい、スピードがありますからね、全般は気を抜けないと思いますね、はい。特にディフェンス、あの今左フックからお互いに入っていってますね、これを十分警戒して、はい、中盤からの自分のペースというものを 見た方がいいと思いますね。ノンタイトルの12回戦、金英職と磯上修一、左へ止まります。右から入って左フック、磯上修一です。しかし紀藤さん、あのもっと足を使う選手だと思ったんですが、意外に足は今のところ使ってませんね。そうですね、はい、まあ、逆をついたと、はい、いうことを見ていいんじゃないでしょうかね、はい。左のフックを返しました金英職、左から右です。早いですね今の右が、これまで日本選手とは6回対戦しております。6人の選手と対戦しておりまして、いずれも判定勝ちで勝っております金英職、この磯上修一が7人目です。左から右ワンツー、そして左を返しました金英職です。おそらく金としてはですね、はい、磯上がキャリアが浅いということから先制攻撃をかけてね、そこで自分の主導権を握ろうということでしょうね、はい。アマチュアを入れますと100センチ近い試合をやってるわけですからね。そうですね、バッティングを注意しております。今日のレフリーは島川武、ジャッジが内田翔一、吉田優作さんです。ともに右構え、白のトランクス金英職、紺に白のストライクが入りました。これが磯上修一です。かなり1ラウンドから思い切ったパンチを出しております両選手。磯上の左です。しかし余裕があります。金英職、この辺はやはりベテランですね、第1ラウンドも終わりました。第1ラウンド紀藤さんの採点5対5、差がありません。さて先ほどご紹介した工藤選手にちょっとお話を伺ってみたいと思うんですが、工藤さん、はい、先ほど世界チャンピオンとして初めてあのリングに上がりました、どんなお気持ちでしたか。やっぱり嬉しいですね。だいぶ実感が湧いてきたでしょう。徐々に。まあ、紀藤さんからも一つご質問をお願いしたいです、まあね、世界チャンピオンになってこれだけは何としても身につけたいというなんか理想のものは持ってますか。もっとやっぱり連打をね、早い連打を打てるように。あ、ね、この後のスケジュールなんですが、練習はいつ頃から始めるんですか。ランニングはもうぼちぼちやろうかと思ってます、はいはい。成功、まあ、はい、トレーニングは来月からです。まあ、これからはですね、世界チャンピオンとして防衛する立場にありますので、はい、一つ頑張っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。ということで頑張ってください。はい、どうもありがとうございます。はい、そして今日の試合、工藤さんにもお話を伺いたいと思います。さて試合は1ラウンド互角に行きまして第2ラウンドに入っております。
放送席道也さん、はい、赤コーナーなんですけれどもね、はい、今日はですね、あの金英職選手のコーナーの方にですね、はい、控室の方にあの先日具志堅用高選手と対戦したあの金博道選手、ははそれからあの工藤さんのパートナーをスパーリングパートナーを務めていた金聖職選手、はい、そしてまたあの先月のですねエキサイトボクシングでご覧いただいたあの楊浩志選手とですね、はい、韓国のその今現在日本に来ている各選手がですねみんな集まりましてね、あそうですか、このあの金英職選手にいろいろとアドバイスを与えていたというですね、ははそういう控え室の表情でしたが、試合は第2ラウンドに入っています。今のはいかがでしたか。いや入ってません。そうですね、だけどあのカウンターを狙っているのが分かりますね、はあ右は警戒した方がいいですよ。かなり速いパンチを繰り出します金英職。あれですね、いいです、まあ、磯上のね左のガードがちょっと、はい、空いてますからね、それを狙ってるんですね、はい、しかしワンツーと言いますか左から右を出すのが速いですね、まあ、右はねストレートというよりもクロスの腹気味のパンチですね。今日はノンタイトルということでバンタム級を半ポンドオーバーの契約ウェイトで、両選手とも1回で計量をパスしております。磯上周一が 53.6kg、 金英職が 53.7kg です。ノンタイトルの12回戦、しかし紀藤さん、ノンタイトルとはいえですね、片方が WBA の2位ということですから勝てば当然ランキング入りも考えられますから、そうですね、磯上としては頑張らなくてはいけないですね、残り時間1分を切っています。第2ラウンド左のフック、しかし細かいパンチ、金英職トリプルボディを狙いました。金英職です。試合前ね、磯上に会いましたら右目のね、黒目よりも鼻よりの半分がね白目が真っ赤になってるんですね、流血してるんですよ、どうしたのか聞いたらスパーリングで痛めたらしいんですがね、視力が落ちてなければ心配することはないでしょうけど、ちょっと見にくいようだと試合はやりにくいんじゃないでしょうか。さあその辺がどういう影響がありますかどうか。右から左出す金英職、速いパンチ、ロープを制しました磯上です。まあ、この磯上選手というのは練習を見てましてもですね、前へ前へ出る選手で、あまりあの後ろへ下がることが試合でもないそうですが、はいはい、今ちょっと下がりましたね、やはり相手が世界ランカーということで磯上もいつもとは勝手が違うようです。第2ラウンド終了のゴングになりました。このラウンドも紀藤さんの採点5対5、差がありません。で2ラウンドまで互角で来ました。今映っております磯上周一、これまで18戦して15勝1敗2引き分け、15勝のうち10の KO 勝ちがあります。 KO 率は6割6分7厘です。昭和50年の5月3日にデビューしました。キャリア3年3ヶ月。さてこれから試合は第3ラウンドに入ります。紀藤さんの採点では1ラウンド2ラウンド互角です。工藤さん、はい、試合ご覧になってこれまでの磯上君の動きどうですか。なかなかいいですね。そうですか、はい、この今日の後楽園ホールかなり暑くなっておりまして、両選手ともすでにうっすらと汗をかいております。左のジャブから入りました。右のアッパーをちょっと見せました磯上、しかしこれはクイーンヒットしていません。そうか、あのジャブに特徴がある磯上なんですけれども、はい、あのジャブはいかがですか。まあ、ジャブとしての効果よりはですね、その後に打ちました左フックね、はい、あれが見事に金の顎を捉えましたよね、おやっというような表情を見せましたがね、はい、そこ以来のつなぎのそのパンチの一つというふうに見た方がいいと思うんですね、ただね、先ほどから狙ってるように右のクロスが出ますからね、中途半端なスピードで左を出すと怖いですよ、はい、速い左を出します金英職。放送席道也さん、はい、渡辺さん、青コーナーの磯上選手のコーナーなんですかね、はい、ミノックです。金のミノックが入りました。どうぞ。まあ、あの初めてという、対戦、外国選手の対戦でですね、まあ、まだちょっとこれはスリップです、はい、
硬さはないということなんですがね、このラウンドぐらいまではまだあの磯上選手自身 の, そのボクシングに任せてあるんだと、もう少しラウンドを見てからですね、ポイントを絞って攻めていきたいと、こういうふうにですね会長が話しております。そうですか、はい、そういった意味ではまだ磯上の方もかなり余裕はあるようですね、はい、相手の動きを見ているという感じです。ジムの関係者に聞きますと大変な努力家だそうですね、はあ、非常に練習熱心な磯上秀一です。ボディへの攻撃、磯上秀一。しかしうっすらと笑っているような感じもあります金英職です。やはりこの辺はあのキャリアでごまかすと言いますか、そういうことです、聞いてないんだという表情なんでしょうね、残り30秒を切っています。第3ラウンド、磯上としても浮かずに入れません。またバッティングを注意しました。これ第3ラウンドが終わりました。第3ラウンド紀藤さんの採点、このラウンドも5対5差がありません。赤コーナーの金英職、これまで36戦して31勝4敗1引き分け、30の1勝のうち7つの KO 勝ちがあります。 KO 率は2割2分6厘です。紀藤さん、まあ、KO 率からいきますと、まあ、このクラスでもちょっと低いんではないかというぐらい KO が少ないんですがね。そうなんですね、この辺はやはりあのテクニックの方でカバーしてると、はい、むしろ技巧派のボクサーですね。そうですか、まあ、一方の磯上の方はですね、バンタム級のクラスにしては6割6分7厘ですから、まあまあの KO 率ということになりますか。そうです、そういうことです、はい、試合は第4ラウンドに入っています。左でフックです、顔面です、顎を捉えました。金英職、工藤さん、はい、今日もあのリング上かなり暑いと思うんですがね、秋田も暑かったでしょ。暑かったですね。どういう感じなんですか、その暑い時のそのファイトというのは。かなり意識もやっぱりリング上がっちゃえばあんまり意識ないですね。そうですか、入ってくるところ左のフック、金英職です。まあ、この距離での、 あの接近戦の打ち合いなんですがね、これはどうですか。本来でしたらね、はい、磯上の方のペースと見なきゃなんないんでしょうがね、はあ、何しろ金があの手数を多く、しかも早くポンポンと打ってさっと下がりますね、はい、そのためにどうも磯上の方としては反撃のチャンスがないというような感じがするんですよね。東洋太平洋バンタムチャンピオンの金英職、高校で3年、そしてタバコの専売局へ入ったんだそうですが、そこで2年アマチュアボクシングのキャリアがあります。激しいフックです、金英職です。アマチュアの戦績が60戦55勝5敗という、そしてプロに入ってからは5年のキャリアを持っております。金英職、1974年に韓国のバンタム級チャンピオン、そして去年の6月17日、当時1位だったローランド・ナバレッテフィリピンと2位だった金英職がバンタム級の王座決定戦を行いまして、見事判定勝ちしてチャンピオンになっております。まあ、これはあの講習官があのチャンピオンだったんですが、返上に伴ってですね、王座決定戦ということになったということですかね。そうですかね、はい、さあリング上激しい打ち合いになっています。しかしあの磯上の方もですね、何しろあの会長があのスタミナだけでとにかくボクシングをしているようなところがあるというふうに言ってましたけれどもね、スタミナには自信持ってるようですね。相当自信持ってるようですね、毎日12キロのロードワークをこなしてきました磯上秀一です。入ろうとするところ右のフック、先ほどからこの右が効果的な金英職です。左から右、左です、かなり速いパンチです。
ちょっとペースとしては金ペースですね。そういうことですね、はい、第4ラウンドが終わりました。第4ラウンド紀藤さんの採点、初めて金 A 色。3ラウンドまで紀藤さんの採点で五分に戦ってきましたが、4ラウンド金 A 色が初めてポイントをリードしております。試合はこれから第5ラウンドに入ります。右側が金 A 色、左が磯上秀一です。まあ、表情を見てましてまだ両選手ともそれほどのダメージはありませんね。そうです、はい、今の前の回は完全に金にごまかされましたね。それほど、ね、強いパンチじゃないんですよ、はい、あの2人の体の硬さと柔軟性といいますかね、それを見比べてもらえば分かると思うんですよね、はい。まあ、磯上の方は一発一発に力が入ってる、うん、金の方は非常に、ね、軽やかに手を出してる、はい、その割にはだから効果がないわけですね、はい。普段はああいう柔らかい動きの中でパンチを出してもいいと思うんですが、うん、いざとなったその最後のフィニッシュといいますか、はい、これはというパンチはね、磯上のような体をつけやはり打つべきですね、はい。まあ、これまでですね、戦ってきました日本選手6人いると先ほど申し上げたんですが、つい最近ではあの米倉潤の岩本博之がソウルで対戦しまして、勝者の判定負けを喫しているんですけども、その岩本が控室に来てまして話を聞きましたらですね、それほどその強いという感じは受けなかったというんですが、実際やってみてこういう選手はそうなんでしょうかね。そうなんですね、あまりねパンチが効かないとね打たれたような気がしないんですね、うん、だからそのために打たれてもそのあまり反撃しなかったりとかね、はい、ディフェンスをちょっとこうかまげたりということになるわけなんですね、はい。今あの金が左からフェイントをかけていきなり右を打ちましたね。右のアッパーを出しました、はい。まあ、いろいろなことができる、はい、ボクサーですよね金というのは、どうも磯上の方が今一つその自分のペースをつかめないといいますか、そういった感じがあります。4ラウンドは金英職が初めてポイントを上げております。しかしそれほどまだ差はついておりません。試合は第5ラウンドに入っています。左が磯上、右が金英職です。左のフックです。金英職左から右と入りました。まあ、今あの左から右と入ってクリンチのような感じになりましたが、あの辺はやはりうまいですか。そうなんですね、まあ、ガソもそうでしたがね、相手のその距離になると抱えてしまいますからね、はあはあ、磯上としてはこの辺どうしたらいいんですかね。まあ、振りほどくしかないでしょうがね、はい、ちょっともう今何もそう焦ることはないと思うんですよ、はあ、回としても浅いし。工藤さんもですね、その経験者なわけですけども、はい、やはりあのクリンチあいうふうにされますとかなりやりにくいものですか。そうですね。ここで第5ラウンドが終わりました。第5ラウンド、工藤さん5ラウンド2分38秒 KO して見事にカムバックしております。磯上秀一です。試合は第6ラウンドに入っています。目下6連勝、10回戦は9回目という磯上秀一です。これまで18戦して負けたのは創価有沢ジムの三船豪だけ。その三船をも52年6月の再戦で判定勝ちに下しております。磯上秀一です。入ってくるところをカウンターを狙います。金英職、太陽の服が磯上の顔面を捉えています。どうさん、あのやはりあのパンチのスピードという点ではですね、どうでしょう。金の方が上ですね、はい、汗が飛び散ります。まあ、この辺なんですけども、何かこう相手の気をそらすといいますかね、何かそんなところが見られるんですけど。そうなんです、そうなんですよ。それと、まあ、あの磯上の方が体が硬いというその欠点をうまく利用してますよね、はあはあ、金の方が。ああ、そうですか、接近戦の打ち合いです。しかし磯上も打ち合いになったら強いんだと
隊長が言っていました。本人も打ち合いにはかなりの自信を持っています。この辺を金が知っているかどうか。しかしうまくクリンチで逃れております。金レーション右のパーです。まあ、今あのミラッパー入りましたが、はい、これはどうでしょう、効果的でしたね。そうですか、さらにその後の左のでもね、はい、さあ両選手とも手数が多くなってきました。ちょっと磯上のペースになりかかってきていますか。はい、金がそれに左まぶたを切りましたね。あ、金が切りましたね、はい、左のまぶたをわずかですが切っております。金選手栄職です。さあ磯上としてはチャンスで2ナッパー。カナリングは2のショートアッパーが顔面を捉えました。顎を捉えました。磯上秀一です。さあ磯上秀一、磯上チャンスです。攻撃としてきました。攻撃ホール世界ランカー、そして東洋太平洋バンタム級チャンピオンの金栄職を破ることができますか。磯上秀一5ラウンドまで紀藤さんの採点では4ラウンドに金が与えております。さあ2のショートアッパーが動いて連打、磯上の連打、磯上レッシュ、磯上レッシュです。さあチャンス、磯上、磯上、磯上レッシュです。なんとクリンチで逃れようという金、細かいパンチ、効果的な戦い。右のアッパー、右のアッパーが顎を捉えています。さあ磯上チャンスですね。伊藤さん、そうですね、はい、時間がないですよね。第6ラウンド、第6ラウンド終わりました。第6ラウンド、このラウンドはもちろん伊藤さんの最速でも磯上が取りました。5対4です。伊藤さん、まあ、6ラウンドの手数の速さというのはすごかったですね。そうですね、まあ、一気に畳みかけるような感じでしたね、はい、あのちょっと金がこの前のラウンドからね、疲れが出てきてるような感じがするんですよね。そうですか、動きそのまま見てましてね。さあ7ラウンド後半戦に入ります。ノンタイトルの12回戦、あと6ラウンドあります。スタミナに絶対の自信を持っております磯上秀一。前のラウンド6ラウンドに初めてポイントを上げました。持ち前のラッシュが出ております。さあ細かいパンチ、この接近戦での紀藤さん、細かいパンチ、これはいかがでしょう。ちょっとまだ確実さというのではね、今一歩という感じですがね、最後に左アッパーのいいのが当たりましたよね、磯上の。あ、今あの金の右アッパーをもらいましたからね、だから問題はね、自分が打った時の、その後ね、離れてすぐ、そのベテランはね、打ち返してくるわけですね、そこをね、見極めないとね、接近戦では接近戦での戦いが多くなっておりまして、バッティングの注意を再三受けております両選手です。まあ、ただ1敗の三船戦、これがやはりあの左のアッパーで磯上が苦しんだということなんですがね、あまり相手のアッパーをもらえていけませんね。そうです。どうやさん、渡辺さん、どうぞ。青コーナーの磯上コーナーですがね、はい、先ほどの6ラウンドから見違えるように動きが良くなったんですがね、その頭のところで下から上へ下から上へ攻めろと、はい、こういうポイントを絞ったというふうに会長が話しています。そうですか、はい、その辺があのアッパーになって現れてきましたか。試合は第7ラウンドに入っています。下から上っていうのはボディから顔面ということだと思うんですね。そうですか、つまりスタートの時のあの動きの機敏さがねなくなったから、それでボディでさらに足を止めてということだと思うんです、はい、しかしこの暑さのためか、それともパンチが効いているのか、ちょっと金栄職の動きが6ラウンドあたりからちょっと悪くなっております。逆にカウンター打たれてますからね、はい、残り1分を切りました。第7ラウンド、台の服から入りました磯上秀一です。左のボディブロー、磯上秀一です。いや、紀藤さん、本当目に見えてですね、金の動きが悪くなってきたような気がするんですがね、はい、右から左です、左のフック、
菅見修一、右のアッパー、左ふくら右のアッパー、ここでゴングです。第7ラウンドが終わりました。このラウンドは紀藤さんの採点5対5です。数学できんのか、なんで割り今一歩踏み込みが足りなかったんですね。そうですね、はい、試合は第8ラウンドに入っております。7ラウンドまで紀藤さんの採点、4ラウンドに金英職が、そして6ラウンドに磯上修一がそれぞれ1ポイントずつ上げておりまして、全く差がありません。試合は第8ラウンドに入っています。まあ、紀藤さん、これからは、まあ、後半戦スタミナの勝負になるんじゃないかと思うんですが、はい、それと金のフリンチをどうやって解くかですね、はあはあ、これが磯上 のポイントになると思います。はい、工藤さん、はい、工藤さんもスタミナにはだいぶ自信のある方ですけどもね、はい、どうですか、磯上選手の動きを見てて、だんだん良くなってきました。そうですか、良くなってきましたね。そうですか、はい、細かいパンチです。細かいパンチ、左右のフック、そして今右のアッパーです。金英職のパンチ、ちょっとスピードがなくなってまいりました。動き自体も鈍くなってまいりましたが、パンチのスピードもわずかになくなってきております。金英職、左のフックです。これはあまり的確ではありません。まあ、今のあの足なんですけどね、磯上さんね、かなり大足はあると見ていいんですか。そうですね、はい、スムーズですよね。ああ、それとね、こういうふうに今の金みたいにね、動きが握ってる時というのはね、はいはい、意外にボディーブローが効くんですよ。なるほど、もう少し磯上がボディを使うといいですね。さあ、右のストレート、金英職、磯上も細かいアッパーあるいは服を出しておりますが、金英職も打ち合いに出ます。さすがこの辺は WBA の世界2位。打たれたら打ち返せというのはこれはボクシングの鉄則ですから、ね、逆に勝つためには自分が打ったらその後打たれないという工夫をしないとですね、せっかくのポイントがポイントにならないわけなんですよ。なるほど、現在日本バンタム級のチャンピオンであります沼田剛と対戦して判定勝ちで勝ったこともあります、この金英職です。まあ、日本のチャンピオンに勝ったんだから他の選手は、それほど強くないだろうというようなことを試合前言ってましたけどもね磯上は現在バンタム級の1位です。左のフック、体を開くようにして打ちました。金英職、右のアッパー、磯上の右のアッパー、左側また右アッパーです。あの右のアッパー効果的です。左右のパンチ、右のアッパー、右のフック、さあ磯上チャンス、しかし残り時間またほとんどなくなっております。第8ラウンド、はい、盛んにあのミーアッパーを練習しておりました磯上、非常に効果的に決まっております。第8ラウンド、紀藤さんの採点5対4、このラウンド磯上が、さて第8ラウンドも磯上の効果的なパンチがありました。まあ、この人 のいいところはやはり手数が多いってことですね、はいはい、それともう一つはね、はい、今のようにね、相手が出てくるとそれに合わせて下がりながら手を出す、はあはあはあ、これが良かったですよね。そうですか。さあ、試合は第9ラウンドに入っています。ラウンドが始まると同時に激しく追っていく磯上修一です。金にプッシングの注意をしました。レフリーの島川隆史、リーアッパーです。磯上、まあ、紀藤さん、金もですね、最初のうちはあの笑っていて余裕のある表情を見せていたんですが、顔つきがちょっとやはり真剣になってきましたね。もう今はそれなくなりましたね、はい、そのところではなくなりました。金英職前線しております。磯上、紀藤さんの採点では1ポイント磯上がリードを奪っております。第6ラウンドあたりから徐々に磯上のペースになっております。
金栄職の方は1950年11月15日生まれ、27歳。一方の磯上なんですが、昭和30年10月24日生まれ、まだ22歳です。まあ、年齢的な点からいきますと磯上には若さがありますからね、紀藤さん。そうですね、はい、これからの人ですからね。ちょっと見た感じ、老けて見えるんですけれども、まだ22歳です。これからという感じの磯上秀一です。今日は東洋太平洋バンタム級チャンピオン、そして WBA2 位にランクされております、金栄職を相手に非常に好試合を展開しております、磯上秀一です。世界ランカーへの道が勝てば開けます。磯上秀一、何としてもこの試合勝ちたいところ。ノンタイトルの12回戦です。はい、6ラウンド8ラウンド磯上がポイントを挙げました。そして4ラウンドは金栄職が取っておりました。紀藤さんの対戦1ポイント磯上がリードを奪っております。さあ、バランスを崩した金栄職、右を思い切って打ちました。しかしよく返します。右アッパーのカウンターがいいですね、磯上の方の。はい、この右のアッパーのカウンターというのはかなり練習で、入念にやったそうですね。左のフック、右を返そうという金栄職、しかしかなりスタミナを下ろしております。金栄職、左のフックです。磯上、ペースになってきました。磯上がラッシュ、またラッシュです。ニュートラルコーナー決まった。細かいパンチ、磯上、それゴング、それゴング、左右の顔面を捉えたところでゴング。第9ラウンド終わりました。このラウンドも紀藤さんの採点5対4。工藤さん、はい、まあ、9ラウンドまで終わったんですけどもね、はい、今のところどっちがどういうふうに有利というふうにご覧になりましたか。やっぱ磯上選手のファイトがいいですね。手数が出てますから、はい、紀藤さんの採点では2ポイント磯上がリードを奪っております。紀藤さん、このままでいきますと磯上にチャンスが出てきましたね。実はね、はい、工藤君ね、この前の工藤君の試合をね、今思い出してるんですよ。ちょうどね、似たようなやはり経過をたどったんですね。アッパーです、磯上、左から重い重い重い。後半になって磯上が追い上げてきました。まあ、今紀藤さんのお話がありましたけれども、工藤選手もそうでした。後半追い上げました。磯上としてもこの辺で勝ってるということで力を抜いてはいけませんね。そうです、はい、工藤君も最後まで力を抜かずにね、一生懸命戦いましたよね。そうですね、あれが結局勝利をもたらしたと思うんです。はい、まあ、スタミナがあったのはこれは普段の節制と練習十分なおかげですからね。はい、かなり苦しそうになってきました金栄職です。磯上秀一、コーナーの佐々木会長の声がだんだん大きくなってまいりました。この放送席まで聞こえてまいります。左から右のアッパー磯上秀一です。押していきます金栄職、しかし押し返しました。右のアッパーです、磯上秀一。今右アッパーのボディーブローを狙うとね、面白いと思うんですよね。そうですか、リングサイドからも盛んにボディを打てというようなやじが飛んでおります。まあ、どうしても顔面の方がね、よく見えますからね、はい、そちらに集中しがちなんです。スリップです、はい、ちょっと 足を引っかかって、ね、はい、金の右の足が磯上の左の足にかかったようです。まあ、しかしこのアッパーですから、スタミナがあるとはいえですね、磯上もかなり苦しくなってはいますよね。はい、それを根性でカバーしてほしい磯上。このラウンドも残り1分を切っております。あそこでね、ワンステップバックしてね、はい、左のアッパーをボディっていうのもね、はい、効果的なんですよね。左から右のアッパーです、磯上です。いや、しかし磯上の右アッパーにですね、金栄職が苦しんでますね。
またバッティングの注意をしました。レフリーの島川隆史です。ここで第10ラウンドが終わりました。このラウンドは紀藤さんの栄誉バンタン級チャンピオンの金英職、日本の三船豪、去年8月18日完全に下した初防衛、そして今年の3月26日にはネッタリー・アラムアを倒して2回目の防衛に成功しております。今日はノンタイトルですが、これは12回戦になっております。磯上としては初めて経験するラウンドになります。第11ラウンドです。工藤さんもですね、15ラウンドというのは初めて経験したわけですけどもね、はい、その時のその初めて経験するラウンドというのは特にその気持ちの上で何かありましたか？ただもう頑張らなきゃいけないっていう気持ち、それだけですね。そうですか。紀藤さんの採点では10ラウンドまで磯上が2ポイントのリードを奪っております。磯上としてはチャンスです。しかし残り2ラウンドあります。気は抜けません。磯上周一です。ちょっと磯上も何か疲れを感じます。そうですね、はい、この辺はキャリアがあります金英職、まあ、動きが鈍くなるとですね、すかさず見てくるんじゃないでしょうかね。今なんかまさにそうですね、はあ、思い切って出てきてるでしょ、はい、右のフックあたりも、左です。金英職の捨て身の左フック、左のフックが入りました。今度は右のアッパーです。これは的確ではありません。今度は右のボディーブロー、金英職。アマチュア、プロを通じまして10年のキャリアを誇っております金英職です。左のジャブで追っていきます磯上、しかしこれをクリンチで逃れました金英職。秋藤さん、先ほどお話のあった磯上の目なんですが、はい、影響を視力の点ではほとんどないようですね。あまり心配ないような気がしますね、はいはい、右のストレートを出します。磯上、左のフックを返しました金英職。接近戦での打ち合いになっています。左から右のフックを出しました金英職。右、磯上の右です。金が入ろうとする入りには左のボディーブローから顔面を狙いました金英職。時計表示板の方をちらりと見ありました金英職です。疲れてるんですね、はい、早くゴングならないかなという心境ですよ、そんな感じですね。ボディーブローボディーを攻めます金英職。ここで第11ラウンドが終わりました。このラウンド紀藤さんの採点は5対5です。ところで9位にランクされております米倉ジムの中島茂雄が韓国ジュニアフライ級3位の金漢鎮と対戦いたします。バーナベビラカンポに敗れた後、成長著しい中島がどんなボクシングを見せますか、ご注目いただきたいと思います。さて試合は最終ラウンドに入ります。紀藤さんの採点では紀藤さん2ポイント磯上がリードしておりますが、そうですね、このラウンドを取ればほとんど磯上の勝利は確定的と言っているかもしれませんね。さて最終ラウンドに入ります。残るラウンドはこのラウンドだけです。やはりあの金としてはですね、コーナーがどういうふうに見てるか分かりませんが、かなり倒す気で、激しく攻めてくるでしょうね。さて最終ラウンドに入りました。紀藤さんの最下2ポイントのリードを奪っております石上周一。そのままでいけばこの石上の方がありますね、はい、ラウンド金英職が取りましても紀藤さんの採点では石上の勝ちになります。まあ、倒れさえしなければ大丈夫ですね。ジャッジの方がどういう採点をしておりますか。左を出します金英職。
しあのスピードスタミナの点から言って紀藤さんどうですか、あの金の方はまだ倒せる余力を残してますか。余力ありますね。余力ありますか、そうですか、スライダーは禁物ですよ、はい、ただパンチの切れそのものはね、第1回第2回あたりのものがないですよね。そうですか、まあ、幸いこの金栄職の方はこれまで31勝しておりまして7つの KO 勝ちかしておりません。この点 KO パンチでは磯上の方が KO 率ははるかに勝っております。左です、磯上の左、ちょっと顔を背けました。金栄職最後の力を振り絞って世界ランカーの意地を見せようという金栄職です。しかしかなり疲れております。手数が少ないですね。そうですね、やはり気の方は出そうと思ってるんでしょうが体が言うこと聞かないですかね。そういうことでしょう、はい、しかし細かいパンチを出します金栄職、しかしちょっとふらついております。磯上の方はまだ幾分余裕がある、そんなような感じがいたします。離れ際右のフック金栄職、残り1本が切っております。最終ラウンド、さあ世界ランカー WBA バンタム級2位の金栄職を破ることができますか。磯上秀一ノンタイトルではありますが、この金栄職を破れば当然世界ランキングに名前が載ることになります。磯上秀一です。残り30秒切っています。残り時間ほとんどなくなりました。最終ラウンド右アッパーです。磯上左フック右アッパー、試合は判定にもつれ込みそうです。ほとんどありません。残り時間最終打ち合い、決定戦の打ち合い、今試合終了のゴングになりました。さんの採点はこのラウンド5対5差がありません。トータルでは2ポイント磯上がリードを奪っておりますけれども、果たしてどういうことになりますでしょうか。まあ、あの紀藤さん、判定にもつれ込みました。今正式な判定が出ると思うんですがね、はい、磯上がまあ今後世界目指すにはどういうところを注意していったらいいでしょうか。まず第一にディフェンスですね、はい、ディフェンスはまだまだです。それから相手がやってそのクリンチに前に出てくるときには下がりながら打つというね、はい、テクニック、はい、あるいはその横への動き、はい、まあ、相手の変化をですねうまくかわすというテクニックを身につけてほしいですね。そうですか、はい、日刊スポーツ新聞社吉田企画議長から勝利者の盾、そしてテレビ朝日庭運動部長から勝利者トロフィーが磯上に贈られます。見事に世界ランカー、そして東洋太平洋バンタム級チャンピオンであります金栄職をノンタイトルながら破りました磯上秀一です。ジャッジペーパーが今放送席に入ってまいりました。内田さんが58対55で磯上、そして島川さんが57対56、そして吉田さんが57対56で磯上の勝ちであります。あ、今スローモーションが出ておりますけれども、工藤さん、はい、まあ、これでですね、またあの世界ランカーを一人破りましてですね、はい、工藤さんに次いで、なかなか縁がいいと言いますか工藤さんが先輩を取ったような感じですけどね、どうでした、ご覧になってて。なかなかいいファイトでしたね、はい、後についてきてほしいでしょう、工藤さん。みんなそうですよね、はい、まあ、ジュニアミドル級のチャンピオンになりました工藤正史選手、そして、今日は日本バンタム級1位の磯上秀一が見事に世界ランカーであります金栄職を判定勝ちに下しました。それではこの辺で失礼いたします。